皆さんこんにちは、スタイリストの三好凛香です。いつもご視聴いただきどうもありがとうございます。今回はゴールデンウィークとか初夏に着たいトレンドアイテム、メッシュセーターの着こなしについてご紹介したいと思います。メッシュセーターは昨年に引き続き今年も結構注目されているアイテムで、いろんなブランドから出ていますよね。おしゃれに着こなせば今年風の素敵な着こなしになりますし、着方によってはちょっと垢抜けない残念な感じになったりする部分もございます。ですので今回ユニクロのメッシュセーター、マイナーチェンジして少し雰囲気も変わってるこちらを使いながら、おしゃれな大人のきれいめな着こなし、そういうコーデ方法についてご紹介したいと思います。ぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。私は普段はですね、このような感じで一般個人向けのスタイリストサービス、 OL さんから女性管理職や経営者様までファッションのアドバイスとかショッピングの動向を行っております。最近では YouTube からお申し込みとかお問い合わせたくさんいただくようになりました。本当にありがとうございます。こちらの凛香チャンネルでは40代以上の大人の女性に向けて、ファッションを使いながらもっと豊かに素敵になっていただける、そんな情報をお届けしております。よろしければぜひチャンネル登録とベルの通知をお願いできれば嬉しいです。それでは早速ユニクロのアイテム、メッシュセーターからご紹介させていただきます。それでは商品紹介をいたします。メッシュクルーネックセーター長袖です。お色がオフホワイトとライトグレーとブラックとオレンジとブルーっていう5色展開になっています。昨年は 3D のメッシュのセーターがあって、その白オフホワイトですね、そちらを使いながらご紹介したんですけれども、今年はライトグレーを購入してみました。お値段は2990円で、私が購入したサイズは XL になります。ジャストで着ると丈が短い、そういうデザインになっています。ちょっとねボックスシルエットの丈の短いデザインで、短いって言ってもどっちかっていうとクロップドまでは全然短くなくて普通な感じなんですよね。ですのでなんとなく中途半端だなと思いまして、あえて XL を購入しました。着こなしのポイントの一つとして、やっぱりリラックス感っていうのがとっても大事です。ですのでサイズ選びはそういうちょっと緩めなリラックスした感じになるように、大きめサイズを選んで大人カジュアルを楽しみたいなと思いました。このあたりのサイズの選び方っていうのは皆さんそれぞれ体型によって異なってまいりますけれども、こちらの方本当にメッシュで軽い感じの素材感なので、私みたいにウェーブで薄い人間でも大きいサイズを選んでもちょうどいい感じで体に馴染むんで大丈夫だと思います。可能な方はぜひいつものサイズじゃなくてちょっと大きめのサイズですとか、そういったのを試着してチェックしてみていただければと思います。お素材なんですけれども、アクリルが 58% で、再生繊維のセルロース、そちらが 26%、 そして麻が 16% 入ってます。麻が入ってますのでちょっと糸の方が柔らかい感じよりも少しザラッとした感じの、肌に当たっても痛くない程度ですがザラつきがある感じのニットになっています。網模様の方は昨年は普通のメッシュっていう形だったんですが、今年は縦のラインが結構強調された感じの網目の模様になっています。縦のカイラインが強調されるっていうことは視線がこう縦に流れるっていうことになりますので、ちょっと細見えする可能性、スタイルアップする可能性が大きいかなと思います。そして着こなしなんですけれども、やっぱりインナーでかなり変わりますよね。インナーの色を同系色にしなくても白だったり黒だったり、ちょっとコントラストが効くような感じのものをお召しになっていただいてもいいですし、あとインナーのデザインですね、それによって肌分量っていうのが異なってまいりますので、そういう部分もちょっと雰囲気が変わるポイントです。インナーに何を着るかに関してはコーディネートの方でちょっと解説させていただきますので、後ほどそちらをチェックしていただければと思います。こちらのセーターは例えばインをしてもそんなにメッシュになってるんで分厚いわけじゃないのでゴロゴロしませんし、もちろんですねアウトにしたりしても重い感じにはならないので比較的着こなしがしやすいかと思います。インもアウトも両方
コーディネートしてみました。ではコーディネートの方をご覧ください。こちらは白でまとめてメッシュセーターを上品きれいめにスタイリングしてみました。大人っぽい雰囲気でゆるっとしたリラックスなカジュアルにしたかったので、全部アウトタック外出ししてこれは着こなしています。インナーに着ているものはこちらはですね GU のリブスクエアのタンクトップになっています。ですのでこのように透け感っていうのが胸元はスクエアカットになってて、背中の方ほとんどこういうふうに出てない状態になります。スクエアカットのインナーを合わせていただいてもこちらのメッシュセーター綺麗に着こなせるかなと思います。スタイルアップしたい方はこのように前だけ少しインにしていただいて、それで後ろ出したままでお召しになっていただいてもよろしいと思います。次のコーディネートは先ほどの同じホワイトのコーディネートなんですが、カジュアルバージョンにしてみました。パンツの方をユニクロ&JW アンダーソンのベイカーパンツ、そしてバッグはユニクロ、靴はスニーカーでザラのものを合わせてこういうふうにカジュアルな感じにしています。インナーの方はユニクロのエアリズムコットンのブラックタンクトップで、背中の部分もね少し透け感が出ますが、ボトムとか他の小物を白で、それに合わせてインナーも白にすることでその部分だけ目立つっていうこともなく、全体に馴染んだ感じでお召しいただけるんじゃないかなと私は思います。次は黒のアイテムをメッシュクルーネックセーターのこのグレーに合わせたスタイリングをしてみました。ボトムの方は A ラインのスカートで結構長めの丈のもの、バッグと靴もどちらかというと華奢で女性らしい感じの黒で合わせています。そしてこのインナーは普通のベージュのブラに Vlog の方でもご紹介しましたワークマンのシルクインナーを上から重ねている状態です。ちょうどブラの紐がこのシルクインナー細いんですけれども、ちょうど隠れるぐらいの肩の紐の感じなので、それでスクエアカットになっていますので下着感があんまりなく着ることができるなと思っています。こちらのグレーに黒が透けている感じなんかもちょっと大人っぽいクールな感じになるので、黒のインナーなんかもおすすめです。こちらのコーディネートはカジュアルめなスタイリングにしてみました。こちらのボトム GU の数年前のパンツなんですけれども、コットンとナイロンでウエストがゴムになってて本当に薄くて軽い感じでも形はしっかり出る感じなので、よく夏に愛用しています。そして合わせたインナーはワークマンのアメリカンスリーブブラトップです。お色はベージュを合わせました。ちょうどですねメッシュクルネックセーターのこの色とそれから中のベージュが近い感じのお色味になっています。ですので肌の透け感っていうのもベージュっていうこともあってそんなに目立たず、全体的になじませたい、インナーを目立たせたくない、そういった方はこういったベージュのものがとってもおすすめです。こちらのスタイリングはスカートがふんわりと広がるタイプのものなので、セーターの方全部インにして着こなしてみました。そんなにウエストの方はゴロゴロした感じではなくてすっきり着れるかなと思います。そしてインナーの方はこちらは GU のブラフィールボートネックティーっていうものを合わせています。胸元のところを見ていただくと分かるんですけど、ちょうどメッシュクルーネックセーターの襟ぐりと沿うような感じで同じぐらいの空きに私の場合はなりました。そして腕のところもボートネックの T シャツなので、そんなに腕がすごく出すぎるっていうことはなく、背中の方もこちらの方はそんなに出てないので、肌をあんまり出したくない方にはこのボートネックティーのブラフィールはとってもいいかなと思います。私はですねこれはブルーを購入していますが、あと白と黒のお色があったと思いますので、ぜひチェックしてみてください。
最後のスタイリングはインナーにロゴティーを組み合わせてデニムを合わせたカジュアルな感じのスタイリングです。こちらのデニム、ユニクロのバギーデニムの以前のものになっています。それに靴の方はサンダルにしてみました。こちらのロゴティーはちょっと前の GU のものになっています。白の T シャツに黒のロゴが入っているようなもので、私は全体的にインにして、そしてセーターも前だけインにしていますが、もちろんですね、ロゴティーもセーターもアウトにしてお召しいただいてもどちらでもいいかなと思います。こちらのロゴティーは半袖のものを組み合わせています。ですのでこのように途中でお袖が切れますので、お袖のところをこうやってたくし上げてしまえば半袖もそんなに違和感なく着れると思います。もちろんですね、ノースリーブのロゴティーなんかでもいいと思います。ロゴティーはこれは白ですけれども、反転した黒地、黒っぽいものに白地のもので合わせていただいて存在感を出すのもありかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はユニクロのメッシュセーターを使いまして、トレンドのメッシュの着こなしについてご紹介させていただきました。夏になると肌見せですとか、そういう透け感ですとか、そういったものが今年も流行しています。メッシュセーターも昨年に引き続き流行しておりまして、まあ来年になりますとね、またどうなるかはわからないんですけれども、このぐらいのユニクロさんのニットぐらいのお値段で、そのトレンド感ですとか今の雰囲気を味わっていただけるのはとっても楽しいんじゃないかなと思います。いろんな色展開がございますので、皆さんの得意な色とか着てみたい色とか、そういうのを組み合わせながらインナーとそれからメッシュセーターのコーディネートを楽しんでいただければ幸いです。本日も最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしたいと思います。どうもありがとうございました。